まあぼちぼちですかですね。はい、さあ堀、あこれも悪くないぞ、うん、まあまあドラウケもあります、赤ウケもある。さあ今の親かぶりでわずかながらトップ目に立ったのがこの近藤、今度は追いかける堀と黒沢の手がよく見えます。さあ裾引き、ちょっと黒沢苦しいな、これじゃ苦しいですか。うーん、氷の手がだいぶいいですねこれね。トップ争いも熾烈、いやこの差であればドリブンズは絶対トップ取りたいですね。絶対トップですね。あの桜ナイツかライデンがトップじゃなきゃいいやっていう差ではないです、うん、これは、うん、むしろこれでトップ取れなかったら悔しすぎる。うん、これを守れるか近藤。近藤だって同じですよね。同じですよ。いやこれは7位と8位の本当にもう血で血を洗う争い、もうこれは一歩も引けませんよお互い。まあ、ただ本当に、はい、ね、園田はね手がついてきてないですよね。でも何もないところにこう目を生やすのがこの園田の真骨頂じゃないですか。何もないところに、はい、砂漠にマジでこの人草生やしますからね。すごいですよ、さっきから見せたら草生やしちゃう、草生やす、ね、水沸かすどころか草まで生やしますよ。確かにね、あ来た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 来てきた、これ本一とか、あ狙わない、3色ですね、123、ちょっとドラ表示牌に3万がいるんでね、そこが急所ですよね、はい。今度はドラの数万が2枚、じわじわとまとめてきた、目いっぱいかそれとも目いっぱいだ、やっぱ親番なんでね目いっぱいいきますよね。堀は関数ピンでそのままリッチいくかどうかですね。スチマ引いた時、うん、ウーマンとウソのポンテンを取るんですか。いやドラが数万か、はい、取らないと思います、ね、取らない、なるほど、うん、まあ、チャンス手ですからね、チャンス手、うん、さあ、園田は白を重ねて 1-2-3 見切ります。これでいい形になってきています。マンズガレアン目になりました。パンパーマン引いた近藤イーシャンテン、ドラドラなんですよね。これ決めたらトップ近づきますからね。安牌の絶対残したいんだったらローソー切りっていうのがあるんですけどね。ただ初も安牌じゃないんですよね。僕はチーピンなんか無理やり選んだような。そうですね、はい、まあ、ローピンがいいと思ってないってことですね。うーん、わあ赤い来てる、これはローピンもあるか、スーピンもある、スーピンもありますね、スーピンもある、ロックブロックだ、来たか、いや来た、さあまず先制リーチは堀、スチーマン、ドラの数万が2枚、チーマンが1枚、はい、いや今度はちょっとね、いくらドラドラでもこの手は押せないし、まあ、そのだと競ってますからね、補充したくないんですよ。本一ありますよ、リャンマンも通る、あ、ね、はい、あ通るけど通りそう、うん、筋一層は通ってないけど、まあ転廃したらいきますね、はい。さあ黒沢は勝負するならローピンやスーソーなんてのもあるのか、うーん、イースマンも通ってない、リャンマンしか通ってない、そうですね、現物切ると手が壊れちゃうんですよね、壊れる、私この手壊したくない。サブローピンは通ってます、パーピンが2枚目、イースーソーは通ってませんがスチソーが通っている、選びたい、選ばない、安全そうな牌を切りましたね、リャンマン。そうです、安全そうかつイスマンが薄かったんですね。なるほど、さあ園田が行く、これ高いですよ、ヤクヤク本一イーシャンテン決まったら高いけど、リャンマンが上の現物残すか、イーソー先に行ってやると、いやまずはリャンマンから、あそうですね、イーソー先行くかちょっと考えてましたね、このリャンマン切りで黒先そうだなっていうのもあったってことですか、うん、そういうことですね。スッチマンも十分残っている、
ドラの数万が2枚、チーマンが1枚です。そして園田チャンスだぞ。イーマン、これは現物。いや、いい操作切りだそうですね。切るんだ。うわー、すごいな、これもう絶対いくってことだ。勝負ですね、勝負ですね、うん、初だよ、初だよ。これいいスーピン待ち、現物待ちですよ。これで園田がスッチーマン止まるかどうか。うわースーピン、あ、スッチーマンですね。うわー怖い。チーマンがな1枚、どっち、チーマンが0か、スーマンが2枚。うわー、これスーマンがドラですからね、どうするか。スーピンだ。いや、いつもより低い発生。ヤクヤク本一園田健、再びトップに立ちます。